こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはマークオブエスティームロイヤルアプローズ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してマークオブエスティーム花に立ちます。その後ろからはロイヤルアプローズ、この馬も上がっていく構えです。さらにはサンフォードディガー3番カワチトリビュート、その後ろ。それでは先頭からロイヤルアプローズ先手を取りました。その外からマークオブエスティーム、内からはサンフォードディガーカワチトリビュート後位をキープ。内からはレジェンドシンボル、その外からピボタル、その外にシェイクロンディー、ホーネットパッション、すぐ後ろ。内からはレギュラーダンサー。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はマークオブエスティーム、マークオブエスティーム先頭。あと 200m、 マークオブエスティーム先頭だ。マークオブエスティーム差を広げる。2番手はアナバー、マークオブエスティーム1着。マークオブエスティーム完勝、マークオブエスティーム1着。2着はアナバー、勝ったのはマークオブエスティーム、見事な勝利です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。フライングリオン前に行きそうです。バーボンレディー、それに続いています。さらにはメジャーレーヌ、3番フサイチコンコルド、その後ろ。ガンブリングウィンズ、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭からフライングリオン先手を取りました。その外にチェリーパーティー、フサイチコンコルド後位をキープ。すぐ後ろにメジャーレーヌ、黄色の帽子クリス・ザ・パーク、その後ろ。内からはバーボン・レディー、並んで7番ポット・ミサイル、その後ろからはアフター・スカーレット、その隣にガルフ・ライジング、その横にグロー・コロナ、これに続くのがランキルデア。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から見てみましょう。フライング・リオン先手を取りました。並んで12番セイントリー、トレジャー・シュール、この馬もこのグループ。フサイチ・コンコルド後位をキープ。並んで5番バーボンレディー、その外からチェリーパーティー、その隣にクリス・ザ・パーク、その横にメジャーレーヌ、ポットミサイル、この馬もこのグループ。アフター・スカーレット、すぐ後ろ。並んで16番ダンブリング・ウィンズ、ガルフ・ライジング、この馬もこのグループ。すぐ隣にグロー・コロナ、その横にオール・テキサス、最後方にランキルデア。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。6番バイオジーニアス、レースを引っ張ります。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはバイオジーニアス、その外にトレジャーシュール、緑の帽子セイントリー、その後ろ。すぐ隣にフライングリオン、バーボンレディー、すぐ後ろ。その外にクリス・ザ・パーク、黒の帽子フサイチコンコルド、いい位置につけました。並んで15番チェリーパーティー、メジャーレーヌ、この馬もこのグループ。すぐ隣にポットミサイル、その外からアフタースカーレット、内からはダンブリングウィンズ、ここでトレジャーシュール、先頭に変わりました。フライングリオンほとんど差がありません。バイオジーニアス3番手、フサイチコンコルド、いい位置。果たして先頭を捉えるか。トレジャーシュール先頭、差はほとんどありません。2番手はフライングリオン、先頭を捉えるか。トレジャーシュール先頭、差はほとんどありません。残り 200m、 先頭はフライングリオン。メジャーレーヌ必死に追いすがります。一気にラウンキルデア、ラウンキルデア、ラウンキルデア1着、2着にはどうやらフライングリオン、勝ったのはラウンキルデア、見事な勝利です。
京都競馬場本日の第4レースの発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。シェルソング前に行きそうです。続いていくのがフレッシュフォース、並んで7番メイクディード、内からはエリモナイト、後ろからの競馬になりました。ステイゴールド、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。最後方にサンライズフラッグ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。3番フレッシュフォース、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身。これに続くのがシェルソング、すぐ後ろにナッツシュバリエ、その後ろからはメイクディード、ピンクの帽子マリングルーム、その後ろ少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。先頭は依然としてフレッシュフォース、まだ粘っています。シェルソング、ほとんど差がありません。ナッツシュバリエ、3番手ステイゴールド、ぐんぐんと差を詰めてくる。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はフレッシュフォース、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。フレッシュフォース、先頭ナッツシュバリエ、先頭2番手はフレッシュフォース、追いすがる、あと 200m、 ナッツシュバリエ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ステイゴールド、サンライズフラッグ、食らいつく。ステイゴールド、ステイゴールド、1着2着にはどうやらサンライズフラッグ、1番人気に応えました。ステイゴールド見事です。京都競馬場本日の第5レースの発走です。スタートしました。サイデンス鈴鹿、好スタート。おっと、当選マウンテン、出遅れてしまいました。やはり逃げるのはサイデンス鈴鹿、これに続いてシェルブラサード、セイウンメイク、すぐ後ろ、すぐ後ろにサンライズアトラス、さらにはジャングルシュール、並んで3番アイランドイン、最後方にスピークシャトル、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。8番サイデンス鈴鹿、依然として先頭に立っています。すぐ隣に当選マウンテン、これに続いてシェルブラサード、オレンジの帽子サンライズアトラス、その後ろ、ここで当選マウンテン先頭に変わりました。2番手はサイデンス鈴鹿、これは絶好の手応え。セイウンメイク、3番手、さあサイデンス鈴鹿、このまま逃げ切れるかどうか。先頭変わってサイデンス鈴鹿、突き放しにかかります。あと 200m、 サイデンス鈴鹿先頭だ。後続を大きく引き離した。伸びてくる馬はいるんでしょうか。2番手はサンライズアトラス、サイデンス鈴鹿独走、サイデンス鈴鹿ぶっちぎりです。サイデンス鈴鹿1着2着はサンライズアトラス、これは桁外れの強さだ。サイデンス鈴鹿。
さあ、いよいよ直線の攻防。先頭変わってメジロロッキ、川内サンライズ先頭、2番手はメジロロッキ、追いすがります。やはり川内サンライズ先頭だ。あと 200m、 川内サンライズ先頭だ。残り 100m、 川内サンライズ差を広げる。2番手はクロスエリート、完璧です。圧倒的な強さを見せました。川内サンライズ1着、2着はクロスエリート、川内サンライズ見事な勝利です。